皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしにね、車の中から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が寝てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、2週間ぶりの通院でございます。内科、皮膚科、眼科、歯科のね、これ4つのね、フルコースでございます、今日はね。まあ、順番通りね、時間通りに行けば4時間で終わりそうなんですけども、まあ、その前にね、採血もありますのでね、5時間ペースですね。その採血にもね、待ち時間がありますので予約が必要なんですよ。まあ、いつものことなんですけどもね。でももうすでにね、その採血の予約っていうのは済ませて、1回車に戻ってきてます。なので今は採血のね、待ち時間に動画を撮影しております。今日はね、長丁場になりそうですわ、ほんまに。まあ、いつもはね、会計処理が終わってですよ。まあ、薬を受け取って帰るまでには、まあ、最短ね、2時間でしょ。まあ、でも最長で4時間でしたけども、今日はね、まあ、フルコースなので、診察が終わるまでが5時間と予想してるので、まあ、すべてが終わってからね、この駐車場出るのは、今からきっとね、6時間以上かかると思います。めっちゃ長いやん。もうだって今、11時半やから、6時間後って言ったらもうね、6時前ですよ。もう日暮れてますよ、ほんまに。まあそんな言うてますけどもね、まあその今はね、僕ね、今のところすごい調子が、体の調子が良くてですね、特にね、GVHD はね、口の中のね、粘膜障害は相変わらずまあ横ばいなんですけども、帯状疱疹のね、足首もまあ今のところ痛くないし、まあちょっとね、ふくらはぎが痒い程度ですかね。ほんで、目と喉っていうのはまあ夏やから湿度が高いのでね、そのエアコンのその乾いた空気のね、この空間にね、さらされてなければね、特にね、痛くもないです。まあでも強いて言うならね、虫歯ですね。虫歯だけは進行してますわ。まあその体の状態をね、もっと詳しく話しますとですね、その粘膜障害はね、ほっぺたの内側が腫れてて、そのベロの表面がピリピリしているので、まあ、味付けが濃いものに反応して痛みます。まあこれはね、いつもと変わりません。で、帯状疱疹の足首っていうのは、そう、睡眠をしっかりとっていれば痛みはありませんし、その前にも言ってたね、その一日の疲れが寝る前に出ることもなくね、その次の日にも引きずることはね、最近ほんまに全くないんですよ。だから睡眠時間をいっぱいとってるとね、すごい体が楽なんで、もうね、しっかり最近寝るようにしております。ほんで、目と喉に関してはですね、まあ、これはね、乾燥なんですけどもね、その乾燥に関しては、まあ熱中症にならない程度のギリギリまで、そのエアコンを我慢してね、乾いた風とか、その乾いた空間にならないように、そのギリギリまで我慢せなあかんほどの湿度がね、必要なんです。だから外出たら一発で治るんですけどね、まあ、こんな暑い時にね、外マンが出てたらね、逆にほんまに熱中症になるんでね、日陰でも熱中症になるじゃないですか。だからもう、できるだけまあ、そのお家の中でね、風は通しながら、扇風機で風を通しながらね、ちょっと湿度をね、上げて頑張っております。あと虫歯はですね、その左奥歯のね、治療中のその大きなね、穴を塞いでた詰め物が取れたことと、先週に新しく虫歯の亀裂通りに外れた歯にね、食材が詰まって痛くなるというね、そんな状態なんです。それらをね、これから一つずつの科に行ってですね、説明して回らないと飽きませんのですよ。もうね、その各科の先生にね、僕のその動画をね、見といてほしいですわ、ほんまにね。そしたらね、いちいちね、説明せんくてもね、分かってもらえるんですけどもね、見てくれてる人っていうのは、まあ、血液内科のね、看護師さんはね、チラチラと見てくれてるんで、まあ、ちょこちょこ僕の体のことはね、把握してくれてるんです。でもね、その血液内科の看護師さんだけが見てくれてるんで、他のね、何やったかな、その眼科とか、皮膚科、歯科口腔外科の人らしっていうのは僕が YouTube やってるの知らないんで、見てくれてないから分からないと思うんですけどもね。でもね、飽きませんね。見られたらちょっとまずいかなと思うんですよ。たまにね、先生のモノマネとかもう悪口とかもね、文句も言ったりしてる日もあるんでね。でも歯科口腔外科に関してはですね、その美人歯科医とか、美人歯科助手さんのね、お話もしてるんでね、まあ、あれを聞かれたら結構まずいなーって感じですね。まあでもね、こんなね、ボロボロな体でもね、こんなアホみたいな話をね、できてるので、まあまあね、元気はね、取り戻します。
。で、本年に、まあ、今日の希望としてはですね、内科ではその血液検査のね、悪玉コレステロール、中性脂肪、糖尿病に関する WT1 っていうね、数値をね、正常にね、出すことですね。あとは免疫抑制での減量と、通院の間隔をもっと伸ばしてもらうことですね。あと皮膚科ではね、もう帯状疱疹の治療のために通うのもね、もう今日で終わりにしてもらうことですわ。もうほぼほぼ痛くない、ほんま痛みはないんですよ。ちょっとなんか痒いかなっていうだけで、まあ、ちょっとピリピリ麻痺してるなっていうのもあるんですけども、それももう慣れてるんでね。で、薬もの調整して飲んでるんで、まあ、薬ぐらいだったらね、皮膚科にわざわざ行かんでも、その内科で、先生ね、先生この内科の薬くださいよって言ってくれるんで、それでも皮膚科にも行かんでいいかなと思ってます。ほんで眼科ですわ。眼科もずっとね、症状が横ばいなので、もう日数を空けてもらうっていうのと、そしてね、歯科口腔外科はね、穴という穴を埋めてもらうということです。果たしてね、どれが叶ってどれが叶わないんでしょうかね。ほんまにわかんないんですけども、っていうかね、なんで今日はねフルコースにしてしまったんやろうってね、こんな後悔してるんですよ。もうそれが今日の一番の失敗ですわ。なんなら毎週ね、一回一つの川でね、通ってる方がマシな気もせんでもないんですよ。まあね、今日4つ行ってるからね、今ね。だから、1週目はね、2週目、3週目、4週目っていう風にしてこう、ね、毎週行けた方が体は楽やろうなと思うんですけどもね。でもまあ、それをしだすときっとめんどくさくなってね、そうなったらそれで文句ばっかり言ってるんでしょうねって思うんですよ。まあでも今回はね、たまたま各科のね、通院のペースがね、同じ週になったんですよ。こんなね、真夏にね、毎日毎日通うのは嫌じゃないですか。この週毎日でね、通ってたらめっちゃ嫌でしょ。ね、まあ、涼しい時期あったら、まあ、体調がいい状態ならね、自転車でも来るんですけどね、まあでも運動にもなるし、気分転換にもなりますのでね。しかしね、こんな時やし、薬もまだね、飲んでるのもあって、で、それもそのね、さっきも言った運動にもなるって言ってたけど、今はね、運動もできないんで、体を整えるにはね、そんなにいいと思うんですけども、まあでもそんな運動もできないんでね、体を整えるのはほんまに食事療法しかなくてですね。で、しかもね、その食事療法でね、管理できるのはね、まあ、せいぜい体重とね、腸内環境くらいなもんなんですよ。で、病気の状態をね、操作できるわけじゃないので、まあこれだけね、頑張って、まあこれぐらいしか減ってないんかい、体重全然減ってないやんけ、とかっていうほどの数字しかでね、現れません、ほんまに。一時期はね、1ヶ月に5キロぐらいバーンって痩せてたこともあったんですけどね、最近なかなか落ちないですね。ちょっと限界に達してきたんかなとか思ってるんですけどもね。でもそれなりにちゃんと体重は減っていってるんですよ、食事制限。じゃなくて、その、まあ、食事療法が、それでね、管理してやってるんで。ほんで、体重っていうのはですね、その体調に関しては大きな鍵になりますのでね、それなりに大切なんですけど、まあ、食事だけで何とかしようと思ったらね、それなりのもんをね、食べなきませんので、体重は減りますけども、ストレスは増える一方です。まあ、それなりのもんっていうのはですね、その、いつも食べてる、その、味気ない食事ですよ。野菜ばっかりのやつですよね。たまにね、そう最近はね、こんな熱中症対策に関してね、その塩分もちょっと取らなあかんということで、ちょっとね、流動食にお醤油をちょんで垂らしたりとかね、ポン酢でちょっと味付けしたりして、まあ、多少の塩分をね、入れて、食べるようにしてます。そうするとね、なんでしょうね、気持ちの問題だと思うんですけども、なんか体が楽な気するんですよね。病は気からって言うけど、そういうところでもね、その心のコントロールってできるから、まあまあ、ええかなとか思いますけどもね。まあそんなね、食事の工夫をね、繰り返しているおかげでですね、退院してから、まあ過去最高の体重をね、叩き出したこともありました。この2週間前ぐらいの体重がね、53.6 キロやったんですよ。まあでも今はね、その54キロ台にね、戻ってしまっていますけどもね、まあ食べながら痩せるっていうのはね、大変ですわ。ほんまにね。まあこのように話してるうちにね、もうそろそろ、採血の時間なんで行ってまいります。そんな感じでね、今日はね、通院直前の現状報告でございました。またね、今日の通院の結果はね、後日お伝えさせていただきます。そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。